今日の対戦相手は友綱部屋、幕内の経験もあります千斗龍です。今日の解説はこの内田のいる出羽海部屋の高崎親方が解説ですが、高崎さん、はい、ここまでの相撲2番ご覧になって落ち着いているという印象も先ほど話していらっしゃいましたが、そうですね、はい、まあ、すぐに左させましたからね、はい、2番とも今日はやっぱり押し相撲なんでなかなか刺させてもらえないと思うんでね、はい、こういう相手にどう取れるかですよね。そうですね、非常にあの千斗龍というと立ち合いからの当たりとその後の突き放しですね、はい、そういう相手に対して自分十分の左が刺せるかどうかと。そうですね、東方内田、熊本県玉名郡県水町出身、日本大学からこの角界に入りました内田です。西方千斗龍、アメリカ出身、アマチュア横綱の経験もありますし、去年の国体で優勝しまして、そこで15枚目格付け出しの資格を得ました。アマチュア14冠という内田、今活躍しています浅見義、それから竹風の1年、学年でいうと下になります。先ほどその立ち合いどうなるかというところが一つポイントになるんですけれども、やっぱり怖がらずにしっかり前に出ていってほしいですね。そうですね、まあ、前に出てはたかれたりなんかしてもいいと思うんですけど、はい、さあ怪我の具合もだいぶ癒えました千斗龍、立ち合いの動きも戻ってきています。内田がその千斗龍にどんな相撲を取るでしょうか。組み止めた、突っ張る千斗龍、前に出る、いなした、突き落とし、内田の勝ち。内田勝って3連勝。千斗龍の出足を止めまして、その後相手の激しい突っ張りも下がらずに突き落としました。内田勝って3連勝です。いかがですか。落として、あ、よかったですね、まあ、今の流れの中でのね、いなしですから、いいと思います。立ち合いから振り返ってみて、相手の立ち合いもしっかりと下がらずに組み止めましたね。そうですね、自分からも、まあ、まあ、出てますね、ありますからね、はい、うまく下から当てがあって、相手の突っ張りに動じず、最後は左からの引き落としになりましたが、まあ、それにしましても幕内の経験のある千斗龍に対して今の相撲ですからね。そうですね、いい相撲ですね、うん、さあその幕下付け出し15枚目格でデビューしました。この場所3連勝と非常に好調なスタートです。